リピートのお客さんだと同じネタをやるのか、うん、全部変えるのか、ちょこっと変えるのか、ある程度新しいものにした方が私はいいかなと思ってるけど、うん、例えば幹事さんだけはリピートっていうか、なんていうのかな、うん、依頼してくれた人は何回も依頼してくれてるんだけど、うん、お客さんが、うん、半分違うとか、うん、そうなってくると私は前回やった、うん、要は自分のやりたい、うん、これは見てほしいっていうネタは入れたりもするし、私よくやるのはね、マジック教室みたいな感じでね、結構、うん、あの教えしてやってもらうっていうことをするんだけど、うん、例えばリピートで去年やってたとこだったら、うん、ちょっとやってみって、うん、1年間の成果見せてごらんよってやらせたりする、うん、そうすると意外に盛り上がったりするかな、うん、だから同じネタも時には入れたり、うん、でも結構言われるのは、うん、前回と違うネタでっていう依頼はあったりする。こっちもさ、オチまで知ってるとさ、うん、なんかやりにくいじゃん、なんか覚えてますみたいな、うん、だから難しい。でもね、からくりさんがね、昔言ってたのはね、うん、覚えてないよって。ああ。私はね、わかんない、だからそこら辺は。ノートに全部、ま、書いてるんですよ。この日これやったって。この日これやったって。覚えられる範囲で、覚えてる範囲で、全部書いてて、うん、今のところ。そうだから、まあ、そのリピートの人だったら、あ、こういうのやったなとか、うんうん、私はマジシャンだけど、うん、素敵な人のマジックを見たらそれ見たいって思っちゃう。もう一回見たいの、まあ ね、うん、そういうタイプの。例えば藤井明さんのね、うん、卵と柿のマジックがあるんだけど、うん、初めて私マジックショー見に行った時に感動したんだけど、うん、やっぱ藤井さんがテレビ出てるなりイベントでもし見れる機会あったら、うん、やっぱもう一回それやってほしいって、うんうん、心の中でリクエストしてる自分がいるのね。だから私は思うのは、うん、きっと前回やったショーが良かったからまた呼ばれてるわけだから、うんうん、そこに関してはガラッと変えるわけじゃなくて、ものをやって確かに良いのかな。まあ演目ね、いっぱい練習しろやって話なんだけど、うん、やっぱ鉄板ネタってあるんですよ。うん、あるある。鉄板ネタっていうのがあるから、ある意味全部じゃ一新して新しくして、うん、やってやや受けよりは、うん、鉄板ネタで安定した、うん、受けるやつを 1,2 個でもやるのはいいのかな。あとはこうちょっとやり方を変える、うん、例えばトークマジックでやったのをサイレントにしてみるとか、オチにプラスつけてみるとか、赤いロープだったのを黄色いロープに変えてみるとか、ちょっとだから変わる。私の場合は衣装変える。そうするとなんか一新された気がする。うん、私お客さんによく言われるのが、うん、トーク上手くなったねとか褒められるんだよ。だからそれってやっぱり演目もそうだけど、1年前よりは絶対今の方がトーク力とかも、要は同じネタでもセリフが違ったりするの、掛け合いとかが。だからそういう成長を私は届けたいって思う。あと私思ったんですけど、うん、なんかこういろんなね、女性マジシャンとねお仕事することがほぼなかったんですよ、昔まで。うんうんうん、そのユニットで2人だったから、まあ、最近そのお仕事をね、うんうん、いろんな人とするようになって、うん、やっぱね、みんなの演目長いよね。私はね、本当にだからシエルさんと同じで1ネタ3分なんですよ。いや、私5分。え、5分、うん、私長い方なんだよ。え、じゃあ長いわ。でここちょっとあれです、戦ってる。あ、戦ってるんだ。カラクリさんうん、3分なの1ネタ。あ、そう、私もね、だから3分なの。3分なんだよね。で、うん、この間多分そのからくりさんとポンチさんがなんかで、うん、ペットトリック、まあ、その 中西のペットトリックについてのさ、おかしいぞっていうのもさ、確かに先生が言った一言で分かったと思って、うん、リズムでしょ。そう、リズムなのよ。そう、そのスピードと、うん、だからリズムなの本当に、うん、だから別に現象というよりはどこまでこうスムーズにやれるかっていう、うん、でこの間ペットトリック人のを見たんですよ、うん、DVD で、うん、なげえなと思ったの、やっぱり。確かになげえなって。いつペットボトル出てくんだよ、うん、みたいな。私の感覚だともうポンポンはいみたいな感じなのに、なんかすっごい長々やってて、確かにそっちの方がやっぱペットトリックサイン入りのカードが入ってるから不思議なんだろうけど、やっぱ長いわけさ。私ポン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 やって、で30分で30ネタぐらいやってるマジシャンの人見たの、この間 YouTube で。1分本当にもうちょい長くやれるよって言ったら、もう全部ポン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 みたいな感じで、もうなんかどん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 リズムのようにやっていく人がいて、面白そう。でその人を見た時に、私ね、そっちの方が面白いなって思ったのね、やっぱり。だから長々見るよりはもう
でもね、あれじゃあ3分が一番ねベストだと思う、ね、リズム大事だと思う。私もね、あのね、前ねペットトリック10分かける人見た時に、はいはい、飽きちゃった途中で、ストーリーマジックとかだとやっぱそういうお話交えて、音楽がサラララとか鳴ったりして、もちろんそれはそれでいいと思うけど、営業系とかの現場だとあんまりみんな集中して聞かないから、そうなのよ、勢いで行った方がいいのかなとは思う。私は一応ある程度5分って決めてる人で、だいたいね、客上げでお客さんが上がってくるっていうのも計算して5分、お客さん上げて返すまでね、結構時間かかったりするじゃん、客席から出てくるの。できる限り私も簡潔に短くとは思うんだけど、それにしてもからくりさんってすごい短いから、そっちタイプだから、ね、逆になんかすごいと思うよ、その分演目も多いわけだから。あ、そうだね、でもなんかその他の女性マジシャン見て、私だったらもうここ半分で終わってんのに、やっぱそっからまた何かがあってみたいな、まあ、確かにねいいと思うんだけど、現象的には驚きがもっと増えるからいいと思うんだけど、お客さんはそのマジックバーとかだとさ見るし、それは多分りなちゃんからして、長いって感じたわけじゃん、見てて長い、それは良くないと思う。例えば話が長くても、面白かったら長く感じないじゃん、だから長いって思われ、まあマジシャンだからね、私たちマジックしてる側だから、お客さんからすると説明早かったりはしょられると意味が分かんなくてついていけない人もいるから、初めて見る人とかにしたらポンポンやられてもついていけなくて、なんでさっきのこうなったのみたいになる可能性もあるから難しいんだけど、でもやっぱ長いって思われたらダメで、で、あ、じゃあここでじゃあカラクリドールの秘密一つ入れよう、はいはいはい、カラクリさん30分ショーやるときに20分ぐらいで次が最後のネタですっていうの、で早いじゃん、あと10分あるのにそこで最後のネタですとか言ったら、10分何するの、しかも1ネタ3分でしょ、で要はお客さんに、あ、もう終わりってまず思うんです、そこで、はいはいはい、要は長いって思われたくないわけ、はいはいはい、30分のショーが、もう終わりみたいになるわけ、物足りないみたいな、そうで、まあ最後のネタですってなると、なんかもう最後もだから集中してみなきゃみたいな、お客さんが引きつけて、でそれで最後のネタが終わるわけ、そうすると次、あ、じゃあお土産あげますとかって言ってもう一ネタやったりして、なんか要は終わりっていうことを最初にもう次、ちゃう、あ、いいかもしれない。で、私はでも25分ぐらいまでがラストマジックって言って、最後に、まあ、お土産じゃないけど、あ、せっかくなのでじゃあ最後にちょっとあのお偉いさんいますでしょうかみたいな感じでなんか呼び込んだりして、もうショーは終わった風に見せて、でもしっかり最後も実はマジックを見せるみたいな感じにして やるようになって、長いなって思われたらちょっとマジシャンはダメかなと思うから、まあその長い割に、長い割にトークもそんなに面白くないのだから笑えるとこがないと長いんだよ、やっぱり。そうなんだよね。だから私あの一ステージ一笑いを絶対心がけてるんですけど、もうやっぱすごいより私は面白い方が心に残るんですよ、だからそれはもう師匠があれだから、そうなんですよ、からくりさんは手品の現象が、3分に1回あるとしたら笑いを10個ぐらい挟んでくるから、飽きないんだよね、子供とかもケラケラ笑ってるから、でもそれ見てるともしかすると、本来が普通のマジックショーが嘆いてなるかもしれない、これ悩みなんですけど、私去年すごい本当にね悩んだんですよ、もう鬱みたいな感じで悩んで、そんなね鬱ってないんですけど、その正統派マジシャンっていらっしゃるじゃないですか、その女性マジシャンでも、さっきから女性マジシャンターゲットに言った、まあ男性マジシャンでもそうなんですけど、やっぱ正統派マジシャンいらっしゃるじゃないですか、でその方がこうさ動画とかをちょこちょこ出してて見たんですよ、そしたらやっぱ素敵なのよ、なんか自分にないものだから、こう光るボールがこうやって動いたりとかさ、なんかすぐフロテをやったりとかさ、まあ素敵なんですよ、すごく、だから私はねそっちに行かなきゃいけないのかなってこう悩んだんですよ、じゃあどうしようみたいな、もっと素敵なね正統派になった方がいいんじゃないかってね、すごく悩むとこなんですけど、やっぱり私は今までステージをたくさん見た中でやっぱ面白い人の方が心に残るんですね、なのでやっぱ自分のまあ、やってることを貫いた方がいいなと思って今もここに至るんですけど、そのやっぱ正統派の方やりたいと思います？私はさ、なんだろうな、もともとスタイリッシュマジシャンに憧れてたから、
それこそカラクリドールさんにつきながらも、はいはい、私はセロさんみたいになるんだって最初思ったわけ、ね、かっこよくいくんだよ、女版セロになるんだって思ったの、うんうん、だけどじゃあいざ仕事をした時にカラクリさんの現場とか連れて、要は営業、うん、営業に連れてってもらった時にやっぱお客さんが笑ったりとかして、うん、すごい楽しいわけ、アシスタントしててさ、うん、キラキラ一緒になって笑ってさ、うん、師匠に突っ込んだりしてお客さんとの掛け合いがあったりとかしたら楽しくて、やっぱそういうスタイルが逆に私は好きだし、うん、楽しいし、自分もそれで同じような形のスタイルでやってお客さんがドーンって笑ってくれたりとかしたらすごい好きだから、私は正統派とかが嫌いっていうよりも、自分はこういうのはやりたいっていうのがあって、ちょっと伝えるっていうか、まあ、そこに行きたいと思って、まあ、今も目指してるところだから、自分がどうなりたいかだと思う。例えばじゃあ笑いだけに走ってマジックショーですって言って呼ばれた時に、うん、マジックつまんなかったよぐらいなさ、うん、目で見られちゃったりしたら、うん、それはダメだと思うから、うん、やっぱある程度マジックはあって、そこプラス自分がどういうプラスアルファで笑いなのか、例えば歌なのか踊りなのか、うん、それを入れることによってショーがパワーアップするかっていうのは体感しない。でもやっててさ、うん、今日はめちゃくちゃ盛り上がった、うん、あ、今日はちょっとダメだったってすごい分かるの、うん、多分自信になるものがあると思うんで、自分のショーやってるとね、マジックやればやるほど自分に自信になるから、うん、でそうなった時にじゃあそれで面白いとか楽しいリピートで呼んでくれるお客さんがいたら、その道で間違ってないと思うし、うん、どうなりたいのって感じじゃん。そうだからやっぱりそれで悩んだんですよ、すごく、うんうん、だからもう衣装もチェンジした方がいいかなと、うんうん、ただやっぱり面白くいたいっていうのがあったんで、うんうん、そうするとやっぱ衣装も正統派よりはちょっとこう、うん、ユニークな衣装の方がやっぱそのもう衣装から感じ取れるのって大事かなと思って、うんうん、だから衣装もやっぱちょっとこう華やかで、まあキャラクター化した方がいいかなとか、うんうんうん、そのやっぱキャラクターによって衣装だったりネタとか変えた方がいいなと思って、やっぱ私は光るボールはちょっとできないなと思って昔やってたんですけどやってました、やってました、光るボールはちょっとできないなと思って、いや すごい素敵なんだけど、まあ、でもどうなりたいかだと思う、全てはそ で、ね、でそれで例えば仕事がなかったりとか、うん、マジシャンとしての活動の場がなかったら、うん、やっぱそれを求めてる人がいないってことだから、 それはちょっと変えていかないと、うん、ただの自己満になっちゃうけど、実際そのスタイルでやってお仕事が増えたりとか、うん、楽しかったよって言ってくれる人がいるのであれば、うん、その道を貫けばいいし、自分がじゃあその憧れ面白かったと思うマジシャンがいたら、その人がじゃあどういう風な演目やっててどういう感じでやってんのかな、じゃあちょっとそれを真似てみようでいいと思うけどね、うんうん、